安らかに眠れ、第二律者。いいえ、シーリーさん。やったよ、第二律者を倒したよ。本当に子供みたいね。セシリア様、このままいさせて。もう少しだけでいいから。ええ、好きなだけどうぞ。お疲れ様、キアナ。うん。キアナ、どうしてここに？テレサ？遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。え、何を言っているの、キアナ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様がいるじゃん。え？ママ？このデータ空間にどうやって潜り込んだの？早く一緒に帰るわよ。ここにあるのは、離して！我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう、学園長。キアナさん、セシリアならここにはいません。え？この声は。委員長、ここはどこ？ママはどこにいるの？最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。最初からバビロン実験室とセシリアは存在しないのです。何言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪巧みであなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。あなたが探し求め全力で守ったセシリアもシーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影にすぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリメリヒ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 。そうだよ、呪文を唱えれば全ての願いが叶う。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。いいえ、今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ、キアナさん。夢から目覚める時が来ました。我の前に立ちあろう愚か者め。キアナのターン。What?
こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。大司教様、深さんが目標を捉えました。テレサさんも制圧しました。ご指示を。テレサは僕の可愛い孫娘だ。見逃してあげよう。僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれ、デュランダル。了解。アイちゃん、少佐に直ちに出撃の準備をするように伝えて。目的地は天命本部よ。それとブローニャをハイペリオンに移して、すぐに手術の準備を始めてちょうだい。もう時間がないわ。キアナ、必ず助けに行くわ。